滋賀県の立東トレーニングセンターで4月15日、10日に落馬事故で成居した藤岡幸太騎手、去年35の日本中央競馬会と日本騎手クラブによる合同葬が行われた。祭壇には笑顔の藤岡幸騎手の写真が大きく飾られていた。写真、涙が止まらない、ハンカチで顔を覆う竹とよ。東西からたくさんの騎手、調教師、馬主ら関係者が集まり、 個人に別れを告げた。葬儀副委員長を務め、弔辞を述べた日本騎手クラブ会長、竹豊騎手55、和顔を覆って号泣し、おえつしながらも天国の藤岡公騎手へ思いを届けた。竹豊騎手、今日のこの日、私が藤岡公太君への追悼の言葉を述べることは、とても辛く、残念でなりません。康太の遺影を前に、胸が締め付けられる思いです。 亡くなって数日たった今でも受け入れることができません。残されたご家族の悲しみはいかばかりかと拝察いたします。いつもコー太の周りには人が集まり、後輩からも慕われ、相談を受けていましたね。年上の騎手からの信頼もとても厚く、騎手会の役員に早くから選ばれるなど、中心の存在でした。このところの活躍は目を見張るものがあり、期待していました。事故が起こり、 かけがえのない人を失ってしまったことは、誠に痛恨の極みです。今後、君の思いを胸に乗っていきます。我々はあなたのことを忘れません。心よりご冥福をお祈りいたします。コータありがとう。そして、お疲れ様でした。